小島なつきは、日本の元タレント、元女優、女性アイドルグループ、AKB48 の元メンバーである。愛称は、なっつん。千葉県流山市出身。フィットに所属していた。2010年7月24日、AKB48 第11期、研究生オーディションに合格。10月10日、西臨海公園で開催された東京秋祭りにおいてお披露目される。11月28日、AKB48 研究生、シアターの女神公演で劇場公演デビュー。2012年6月24日、埼玉スーパーアリーナで行われた握手会イベントにおいて正規メンバーに昇格することが発表される。11月8日、梅田チーム B での活動を開始。2013年4月28日、日本武道館で開催された AKB48 グループ臨時総会、白黒つけようじゃないか。において、自身がセンターを務める楽曲、バラの果実を初披露する。2014年2月24日、高橋チーム A への移動が発表される。4月6日、仙台放送で AKB48 の牛タンガールズ放送開始。出演メンバーで唯一全放送回出演する。2015年3月18日22日、直美バリオホールで公演された舞台、コード出演。初の舞台出演となる。9月18日、AKB48 岩本輝夫、青春はまだ終わらない初日公演でセンターを務める。2016年2月24日、雑誌、サッカーゲームキングに表紙モデルとして掲載される。8月28日、2016で、ナッチ総選挙企画で9位となり、ランクイン。2017年1月、AKB48 で、ナッチ総選挙選抜写真集16カラーズが発売される。2018年3月19日、外山大輔、ミネルヴァよ、風を起こせ公演で行われた、自身の生誕祭で、AKB48 からの卒業を発表。5月14日、AKB48 劇場でミニコジ祭り開催。同期の元メンバー、川栄李奈、鈴木志保里、名取和佳奈、森川彩香も登場した。5月16日、横山チーム A、MT に捧ぐ公演千秋楽において、卒業セレモニーが開催され、AKB48 を卒業。5月17日、所属事務所をアックスからフィットへ移籍。8月12日、幕張メッセで開催された握手会イベントをもって AKB48 メンバーとしての活動を終了。10月6日、ツールド千葉2018のゲストサイクリストとして全長 71.9km のコースを完走。2019年8月20日、YouTube にてなっつんチャンネルを開設する。2020年10月10日、芸能界引退の意向を明らかにする。2021年2月14日、3月末をもって芸能活動を終了することを自身のブログで報告した。4月1日、3月31日をもって芸能界を引退したことを自身のインスタグラムで報告した。梅田チーム B ウェイティング公演後橋チーム A、恋愛禁止条例公演、岩本輝夫、青春はまだ終わらない公演チーム A7 ステージ、MT に捧ぐ公演、僕の太陽リバイバル公演、外山大輔、ミネルヴァよ、風を起こせ公演。ありがとうございます。